あるぞ、ハルキャン、うますぎる。頑張れ。始まりました、スマブラ反省。イエイ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 。はいはい、なんすか。無駄やん。なんすか。お知り合い紹介しなくていいんですか。そう、じゃあね、本日も素敵なお知り合いの方を連れてまいりました。自己紹介よろしくお願いします。はい、素敵な、まあね、吉本つながりで素敵な知り合いの、レインです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、将軍です。よろしくお願いします。はい、じゃあまあ事情によってね、本日小池さんがご不在ということで。はい。はい、いや、それは知らんか。あ、私の MC。違う。代理で務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。生田です。よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ本日なんですけど、うん、ちょっと面白い企画を、まあ、先ほど思いつきました。面白い企画、面白い企画、面白い企画、面白い企画やっちゃう。自分で画面見てもらえれば分かると思うんですよ。ルール選択になってます。今回なんですけど、はい、スマブラの機能の一つ、はい、おかわり対戦、やったことない、まあ、キャラクターをおかわりしていくっていう対戦なんですけど、はいはい、そちらで 5on5 をあ、なんかオフで流行っているわ、それ。そう、みんなみんなやってるの。ある？俺、今日初めて。ああ、マジで初めて。出た。で、今回は、まあ、より楽しんでいただくために、キャラクターランダムで、お二人にね、本真のスマブラ力を測っていただこうかなと思います。まあ、どっちが強いかね。まず、ルール作っていきます。そうですね。そう。はいはいはい。まあね、どういうふうにやるとルールできるのかっていうところで、実際俺分かってないんですけど、生田さんちょっとお願いできますか。俺も別にお代わり浅いよ。新しいルールを作る、はい、まあストック制、これは本当におかわりですか。いや違うと思う、多分通常戦ですよ、これは。そうそう、おかわりは、多分ルールはこんなになります。生田さん、生田さん、ここです。5on5 です、今こんなに見たことない。10分。おかわり10分ができると。できる。で、まあステージはポケスタしかないので、はい、ポケスタです。どういう画面なんだろうから。ああ、はいはいはい。で、5か。なるほどね。はい。で、ああ、で、こういうこと？そう。で、このプレイヤーのところを押して、まずキーコンを選んでください。ああ、はいはい。忘れるんで。これは、こっちの。キーコンを選んで、上からキャラと色を選んでいきます。キャラ選んで、でも今回あれだ、全部お任せだから。スネーク選ばねえばか。師匠様。全部あのハテナの上でボンボンボンって連打すれば勝手になります。なんで、これ戻らない、戻らない。これあの一回選んじゃって、うん、その全部選び終わったら変えられるみたいな。うん、だから、あ、オーケーオーケー、そう、二番以降ハテナに置いちゃう。ダックハント、オーケーオーケー。そうそうそう。で、あの一番のカーソル合わせて。ごめん、あ、そういうこと？うん、そうそうそう。だから全部ハテナにしてくれよかった。そうなんだよ。1番のカーソルないんだけど。1番のカーソルここにあるじゃん。ファイトのトのとこにあるから。そう。ああ、そういうことね。そうそう。さん早く。まあこれね。まあまあ待て。こういう操作ミスのモデルケースとしてね。やっぱね、番組としては大事だね。そう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 。はい、まあ間違ってもこうやって冷静に直してください。さて、ちなみに、はい、なんか来てほしくないキャラとかってありますか？来てほしくないキャラしかいない。俺だって75キャラぐらいいるけど、70キャラぐらい使ったことないもん俺。本当に70キャラ使ったことない。嘘。いや、それは嘘だけど。嘘だね。そうだね。リアルに50キャラぐらいはマジで使ったことない。来てほしくないキャラ何じゃ。具体的に言わせたらいっぱいいるってことでしょ。ケン分かる。あとアイクラ、伝統的なのは、ね、アイクラ、ヨッシーとかネスとかね、うん、変えれないキャラはきついよね。ベイビーさんは、ベイさんは、俺はやっぱカッパジュニア。パジュニですか。パジュニきつくない。確かに、なんか名前すら出ないよ俺。パジュニね。パジュニ、うん、そう。想像なんだよ。パジュニ派とクッジュニ派がいるんですよ。クッジュニ、クッジュニ、俺クッジュニ派だもん。
超言いづれーの。キモいな。キモいか。そうか。始まは大概だけど。でもあとはね、うん、あのパックンフラワーで使ったのかな。あとパックマンとかね。パックマンね。パックマン。本当に俺しかもし、あの使いたいもん。あの将軍見てパックマン渡したい。渡したい。あるでしょ。だって将軍にはパックマンって言われてるじゃん。確かにそうだわ。いつぞやの。もしやめろやめろ。パックマンに高っちゃうから。昔の傷を掘るのは。今のうちメンタルジムに作っとくね。そうだね。はい。まあじゃあ。あとね、こすって強いキャラがいいね。あ、使いたいキャラ。あ、わかる。メンタリーで使いたい。わかる。リトルマックとか強いのよ、うん、いやもうねどうせ王道俺もだってガノン様引きたいもん。あ、ガノンとかそうランダム強い代表選手ね。クッパ、クッパ、そうクッパも思ったクッパ、ガノンとかガノン様強いの。まあそんな感じ、そんな感じやる、ね、やっちゃいます。じゃあまあね、どっちかっていうかそうそうスマブラ、そうそう、まあそうね、うん、これで勝った方がまあスマブラの一部は絶対にうまいってことだよね。そうそう、はい、全部じゃない、うん、あの実は3先僕勝ったんだよ。お、はい、覚えとけ。あ、そうね、はい、確かにそうだ。あれクラウドスカだったんだ。そうです、確かにね。まあ時間は流れてもね。そう、時間が流れて、あ、まあスマブラから変わらないんでこれほんまか。はい、じゃあやってもらいましょうか。はい、はい、はい、お願いします。で、ここでここ順番を選びます。時間で来た。え、ちょっと待って、これわお、メインキャラ引いてないですか、あなた。聞いてない聞いてない聞いてない。俺クラウド使いだもん。厳しいなこれ。いや全員サブ行くかしかいねえな、うん、うるせえよ弱くね、うん、2人とも。そうね。いや、ま、でもさ、いや そんなことないね俺これさ、うん、スネーク1体いるだけですごい違うよ。その状況でしょ今君。なんか願うなよ。気づん、え、いる俺なんか、うん、なんかいますね。願うなよ。わかんないよ。え、だっているじゃん、月も同じキャラいるけどさ、戦闘力が50万ぐらい違うわ。いや、使いやすいキャラがレインさん持ってるんですよね。あの強いキャラ、使えるキャラじゃなくて、まあ、ちょっと選んでいくわ、じゃあ、うん、4番まで選んだら、オートで5番目選ばれます、うん、そんな真剣に考えんなよ、使えるキャラいるのに。いや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 、まあでもね、あのウルフ以外はレインさん言うてな気がでも、キンクルが強そうだよ。キンクルはある。レインさんは副将に置いてくるしさ、ゴミ最初に持ってくるしさ、一緒なんだよな、やってることは。まあまあまあ、まあ平等だからね、ルールは。まあね、ランダムだからね、はい、勝負は時なんですよ。で、これ A 押せばいいの？そう、始めると対戦が始まります。はい、じゃあ将軍 VS レイン、ランダムおかわり 5-on-5 を始めてまいりましょうか。やだな、この対戦実況するの。これ俺、負けたら嫌じゃね。そう、そうだよ。リスクマッチだよ。そう、リスク追ってますよ。まず、まあ、サブキャラが出てくる前に、あの、うん、まあ、まずキーコンでね、キャラの方見ていきましょうか。ダックハントが将軍、レインはリュカス。あの、お任せのコツ言っていいですか。はい。お任せのコツは、うん、あの、変にそのキャラっぽく動かないこと。あ、わかる。そう。使い手の動きをしないことでしょ。そう、そう、うんうん、ほら、こういうこと。そうそう、相手がいる方向に C スティックを傾ける、うん、これは、ほら、そうそう、あ、ほらね、ダックハントとかね、まさに B 押さない方が強いまであるからね。そう、ほら、B 押した瞬間に、押した瞬間でしょ。レインさん、B 押してもいいこと起きないかもしれないよ。いいの、そんな。でも誰がリュカ使いかって話でしょ。お前じゃねえよ、それ。少なくともお前じゃねえ。しゃいこ、リュカって言えばレインだよ。あ、そうね。うん、あ、あるぞ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 、こんなの。あ、リュカのリュカのレインだから、ほんとにおじまず。俺だったらマジで彼なんて。ほんとにほんとに対空からの着地空中へ。この試合を真面目に実況するのか。お互いこの気が当てなんだ。そう、試合が間延びする。そうだね、弱すぎて。さ、あっ、あるぞ、ハルキャン、うますぎる。あれあれ、ね、今今おかしいな。まあまあまあ、いや、これ時間か、あ、そう、いや、これがさ、これ頑張るしかないよな。これ、これ頑張るしかないですね。どうしよう、どんな感じだったっけ。みんな同じことしかしないんだけどさ。いや、なんか順番に B を押すだけっすよ。そう、交互に。ちなみに、あのレインさんマジメインキャラ引いてるんで、僕が将軍寄ります。いや、そうさ、これちょっとね、平和じゃない。平和じゃないね。
A 技弱いのきつい。シモンベルモント。いや俺動画なんだ恥ずかしいなこのシモン。まあ簡単にねキャラクター紹介するとシモンベルモントは飛び道具に特化したキャラクターですね。ピットはまあ A 技 B 技ともにいい感じに優秀、結構なんて言うんだろうなスタンダードな動き。だからさこれはなんて言うんだろうなスタンダードな動き。だからさこれはこれはこれはもう終わりだ。はいお開きお開き。えメインキャラ来たじゃん。いやこれもさでかいんだよ。いや強い強い子みたいな。僕今のいやレスマンいいだろ普通に。出なかった。お互いに辛辣だなコメントが本当に。いやだこれ。わかんないわかんない。超楽しそうなのムカつくんだけどレイさん。やばいやばい。ここありますよ。んうまい。おお。回避を見るんですよねこれ。そうだね、もうスマブラのね教科書。めんどくさそうなキャラ。レイン実ははるか昔にロゼッタ使っメインキャラにしようとしたことがあったはず。ないないない。んないかな、うんうんうん、ないか使ったことないんだ。スメブラに負けたんだよなこのロゼッタに。ない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 。着地が苦しい。なんだこれ。おこれ見てる人楽しいかな。うん絶対つまんない。ちょっと不安なんだけど大丈夫かな。レインさんが中途半端に運がいいのが良くないね本当に。え本当に将軍メインキャラ引くの本当に最低。うわいや大丈夫別に してるんだ。重いやめてくれ。復帰阻止はやめて大丈夫。見てから後ろ投げて崖なし。崖なし。崖はなし。なし2ストックじゃない1ストック差か。ちょっと苦しいっすね翔様。これダッシュ。今俺だってウルフ対決したくないもん。ウルフまで行かせないという硬いし。ウルフまで多分負けだったから逆に本当に。しかもウルフミラーね結構何か起きるからね。さすがねバコハンだったら悪いからマジで。リスクマッチなんですよねレインさんからすると。投げやるやん。外に出してあるぞ倒し。うわうまかった。できないよ。あ急に言われても。うんでもこれなんか使ってなかった。ちょっとこれはねちょっといやもうこれさすがにウルフ使いなさいないから。翔さんはウルフ使ってたから ね俺が一応ちょっと使ってるけど、うん、まあただ3ストック削れるかといったらまた別な。削れるウルフならウルフならだよ。削れないわけがないじゃん。ウルフといえばこのゲームでもやはりねかなり上位の方に食い込んでくる強キャラとして。そうそうちょっとだけ強いからね知られてますが。うそうまい。回避を読んでいけ。もう勝ったこれね。強いよこれこのルールにおいて。まあでも勝利できる可能性もなくはない。さあバンジョーとカズイ参戦からのキングクルール。おいやめろからのレインクルール。ギコイな動き。ああいやもう完璧。あるぞ復帰阻止。いいよ無駄に雑がいらない。そういう段階じゃないだろ。暴れ通らずだが着地ができればいい。投げからのうまい。うもうダメだこれは。わかる。なんだダメだわこれ。もうダメだね。あー後ろまだだけどここで倒せばここで倒せば。なんだよ急に。発生は早いけど横には狭いんですよね上スマッシュ。お開きの時間が近い。何を狙ってるんだレインは。絶対変な倒し方を狙ってるぞこいつ。まともに勝とうとするわけがないからの帰ってくる。いい復帰。何も出てない。投げ
なんか追いついてるぞ将軍。あるぞこれ。からの？からの？投げ。崖から上がれません。上様。バカ出させんなよ。152。あるぞ。無理だろ。レインさん一回外出たら何か起きるかもしれない。本当にね。ダッシュ。ある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 。リスクマッチ。うん。からの着地投げ。嘘でしょ。ああ。いやーいい試合だったな。はい、というわけで、いや番組面白かったな。おかわりランダム5-on-5勝利はレインでございます。いやまあ、ウー使って負けるわけがない。いや最後負けたら絶対不機嫌になったから絶対勝ちたかったんだけど。もうこれはね、でもちょっと違ったね。違った違った。でもスマブラ君出たよ。だってウルフ強いもん。確かに確かに確かにウルフ強かったね。ちょっとね、ちょっとね、例えばこれどっちかがウルフ先鋒したら結構大変なゲームだ。そうね。そう、別にこれ、なんていうんですか、大将抜きにしたら、圧勝。まあそういう話。そういう話。そうでもそう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 、まあ確かにね、キンクルの時点でもうウルフまで引き出してたんですよ、ね、そう、圧勝。だから翔さんどうすか、なんかコメントあります？いやまあもう一回ですねこれ。普通にもう一回ですね。もう一回やります。翔さん受けるか、レインが。俺受けてもいいっすよ。あれ待って、そいつなんだろう。おい、怪しくない、怪しくない、怪しいぞ今。怪しい、怪しい。こうなるとそろそろ打撃で、おお、ガーキャンウェビー弱勝利ですね。激つい。待って、別にコマンド勝利とかできないからいいんだ。後ろ、え後ろ、ええ。